メグさ、切れてるバターに切れてます。英語で歌うのどう？ちょっとやってみるね。 I get angry with a can of butter。 その発音なら聞いてられないわ。悔しかった私は発音の矯正を頑張ることにした。 I get angry with a cut butter。 なるほど、この辺の発音が良くないのか。 I get angry with the cut butter。おお、分かってきたぞ。数ヶ月後。ねえねえ、ん？英語バージョンの切れてます練習してから聞いて。いいよ、どうせ発音かっこ悪いんだし。 I get angry with the cat butter because it's not cat but there are just listening you know。 え？めっちゃいいじゃん。これなら切れてますで世界目指せるよ。マジ？頑張る。